はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回から、バトルフィールド1オープンベータ、実況の方でもやっていきたいと思います。今日は何日だっけな。今日は9月の6日だから、もうそろそろベータが終わるってところで、コンクエストの、今回ベータでは一つだけマップが遊べて、このシナイ砂漠というところでやっていきます。で、現在、ランクは37で、一通りプレイしてみた感想としては、パッと見スター・ウォーズのベータの頃となんかいろいろ砂漠の感じとかが似てるなとか、砂漠というか、まあなんだろう、テクスチャーといった感じなのかな。テクスチャーがなんか似てるなっていう感じがして、そして一番 BF4 から変わったと思う部分は、突撃兵がメディキットを持てなくなったんで、ちょっと待って、B に行きたい、B に行きたい。メディキットを使えなくなって、そしてメディックという兵科ができたことによって、その突撃兵一強というプレイスタイルがなくなりました。だからあんまり体力回復していない、その、ちょっと待って、火炎放射器取って、で、馬ではこういう風に抜刀して剣振れると、ちょっと説明が追いつかないな。今拾ったのは、マップ上に敵がいる？あ、いた。マップ上に落ちている、特殊な武器で、この人は放火魔です。死んでる？死んでない。アイファイヤー、上手に焼けました。 手で切るっていうやつが、こっち側スタートだと B 拠点に落ちていると。で、普通の平時よりも若干硬い。で、このゲーム、今のところベータの時点では、その突撃兵が医療パックを持てないので、だからスナイパーとかも頭に当てないと一発で死なない仕様だったけど、胴体に当てても結構敵が死んでくれるので、うまく兵科のバランスが調整できてるんじゃないかな。で、マップはこんな感じで結構広い。で、いい地点がね、すごい遠いんだけど、いい地点は、今敵がいた。いい地点は確保しておけば、はい、待って、ファイヤー、はい、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、ダメージ食らっちゃった。 ファイヤー、もうちょっと近づいて放たない。危ない、いて、もう死んじゃうな。 ファイヤーマン途中で解除することもできないな。今上に敵が登ってったんだけど、よし、相打ちだ。じゃあ、ファイヤーマンタイムはこんなところで、今回メインで使っていく武器は、スナイパーの、この、多分ドイツ製武器の、ライフル。5発入りのボルトアクションライフル。かっこいい。昔にしかないようなこのボルトアクションライフルを使っていきます。当たんない。よし、OK。で、リロードもね、こんな風に一発ずつ込めるってもうかっこいいよね、こういうの。で、ハンドガンも結構強いからね、ハンドガンとコンビで使っていこう。で、BF1 の新たな仕様として、マップに敵が映らないという仕様があって、スポットしないと敵が常に映らないと。だから、ちゃんと敵を見かけたら、ダメだ。だから裏取りもされやすいんで、しっかり敵を見つけたらスポットしていこう。で、戦闘機が余ってるから戦闘機も使いたい。戦闘機や戦車を今作からどの乗り物にしてリスポーンしたいかを自由に選べるようになったんで、今回今は、ボマーでリスポーン。ボマーは、主に、地対空爆弾を落とせるという。戦車がいた。例えば、ああいう戦車に、投下。OK、まだ140ダメージ。こんな風に爆弾を落とせると。こいつがかなり強力なんだけど、あんまりこの戦闘機小回り逆転ないというのと、他の戦闘機にバンバン撃たれやすいので、狙われてしまうとちょっと厳しい。そして、この戦闘機3人乗りなので、
前側と後ろ側に機種がついて援護してくれます。あーでブラボーに乗り物がいるっぽいからちょっと旋回に時間がかかっちゃうのがちょっとなんで、旋回して急旋回してブラボーなんかいるかいたけどちょっとあれは無理だな。歩兵を狙っていこう。どうか OK 一人キルで、おっと敵の戦闘機が狙ってる。だけど、戦闘機すべて運転手が一定時間ボタンを押し続けて保てば修理することができます。今耐久力70で今95に回復した。こんな感じで、あーだけど狙われてる。おっとっとちょっと下がってるぞ、出力が下がってるぞ。もう一回爆弾を投下したいな。撃たれる場所によって運転に不具合が生じるのでその辺もよくできてる。いた爆弾投下、エネミーヒット13。なるべくその爆弾を落としたい標的に機体を水平に保たないと爆弾が綺麗に当たってくれないのでその辺が難しい。この乗り物ボーマーエコーは取ったでしょ。これは300ポイント選手か。300ポイント選手でかつコンクエストちょっとこの間に修理しちゃって、なるべく修理はねやっといて損することはないからちゃんと耐久力を。よし OK。 戦車はおるかね。チャリかな。歩兵がたくさんいる。ほらオッケー。うん、なんだ今の敵の戦闘機か。ちょっと待って修理に行こう。スナイパーバンバンやりたかったけどボーマーがなかなか落ちないならずっとボーマータイムになっちゃうな。We have taken objective Freddy. 少し回復して今分かったかな。今耐久力が半分ぐらい減ってて機体今何も操作していなくてもちょっと右に傾いてったりしたので修理しないと運転がすごくしづらい。チャーリー歩兵がスポットされてる。急降下して、あ、あれ炎か。あ、人いるな。ほら OK。 いやこれは素晴らしい、ね、ボーマーがね本当ね敵の戦闘機をうまくかいくぐることができればかなり強いんでね、どんどん爆弾投下していこう。旋回してる間に弾の装填も大体完了するので。あそこに敵がいる。爆弾投下、エクスプローシブデストロイド、敵の爆弾を破壊した。もう一回旋回して、一人称視点で横を見てもこれ羽でよく見えないんでやっぱり近づかないとよく見えない。チャーリーにまだ敵がいるな。こっちか。あーちょっとこれは当たらない。また爆弾破壊。もうちょっと距離を取って、今3番席に仲間が乗ってる、目の前に乗ってる。まだオープンベータ時点のゲームなので結構不具合もあるのかな。今のところ音割れがあったりで、あとは兵士が変な動きをしたりするとか、まだ首が伸びるというところには遭遇していないけど。今敵がいたか。歩兵一人にもね爆弾は辞さないよ。どうか。あ、あれ固定砲台だ。敵じゃない。待って、敵狙われてる。これね運転席が閉じてない昔の戦闘機なので人を直接撃たれたら死んじゃう。絶対いないな。現在25ポイントぐらい優勢。
チャリフか。撃たれてるな、後ろから。敵がいないな。敵がいないが落としてみる。いた。まあこんな風にね、敵がスポットされないので、なかなか適当に落としても当たることは結構ある。ん、あ、後ろにいるのは味方の戦闘機もついてるってことはドッグファイトしてる。チャーリーも確保。うわ、後ろから来てる。ちょっと修理しとこう。で、このマップでは終盤ぐらいになると負けてるチーム側にアーマートレインというものがリスポーンして、線路上にすんごい重装備な汽車が現れて、それで負けてる側もちょっとキルのチャンスが生まれるというバランス構成。 G に誰もいないな。ロック側まで行って旋回しよう。お、味方の戦闘機が撃ってきてる。F 地点ちょっと見づらいんだけど、どうかな、見えるかな。F 地点、 F 地点見えないな。あった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 。で、敵の戦闘機突っ込んできてる。で、あんなとこに兵士が今映ったが、あ、右上にいたぞ今敵。右上に敵がいたぞ。まだだって、味方の戦闘機がすごいちょっかいしてくるんだけど。いた。どうだ、 OK、 ネガティブで、ちょっと弾をもうちょっと込めて、ちょっとエンジンを出力下げて減速。さあ、チャーリー、チャーリーにはいるな、敵が。結構いるな。よし。食らえ。エネミーヒット14。乗り物破壊。で、敵の戦闘機が来てる。あれか。味方前方に、前方に乗り物がいるぞ、敵の。味方、前方に。前方にだな。あ、敵の戦闘機も行った。一回修理して。終了 OK。 さてと、チャーリーまだ取れてない。いや、でも取れると思うな。もっと馬がいる。この辺でどうだ。エネミーヒット。あー、で、敵のアーマートレインがリスポーンしてきた。あ、今下に見えてるあれだ。あれめちゃくちゃ強いんでね、近づいたらすぐ壊されてしまう。だから近づかないでおこう。さっきこの辺に敵いなかったっけ。いないな。アーマートレインを敵が乗るとアルファとデルタと、あと G か、 G 地点が敵かなり取れやすくなるんで、まあ、それでも巻き返されることはないかな。どうしようかな。アーマートレインがいる。どう、あ、撃ってきてるね。うわー、いたいたいた。とてつもない火力で撃ってくるんだな、こっちを。いてててて。あ、待って、出火してる、出火してる。消えた。修理しよう。いやー、ちょっと突っ込んでくるな。突っ込んでくるな。やめて。あ、壊れた。待って、もう3しかない。修理しよう。間に合うか、間に合うか、間に合うか。 OKOK、OK OK、28でもうちょっと修理。で、この辺から、この辺から爆弾投下、なんか不安定。でででででで。
あの乗り物がリスポーンしちゃうとちょっと不利だな。ん？エコーが取られてる。空を飛んでても拠点に噛むことができるので、回復しつつエコーに向かおう。回復 OK。 さああとは機動力の悪さを生かして拠点内をずっと旋回し続ける。敵のアタックファイターが、アタックファイターだけね、アタックプレインか。よし、エコーに入ってる。味方とずっとロックファイトしててくれ。よし、エコーゲット。じゃ進路を変えて、右上にアーマートレインの耐久力が書いてあるんだけど、さっぱり食ってないもんな。あ、走ってる走ってる。あ、なんか走ってるぞ。あれ、エコーに向かうな。あれだ、撃て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 。爆弾投下。 リコーヒット55。旋回して壊れたかな。壊れてないな。ほら、うわー、当たらない。待てよ、ちょっと上げて。エコーの旗が降り始めたら戻ってみよう。で、汽車が飛んでて、汽車が飛んでるってなんだ。走行、あ、出た出た出た。いやー、あれ大丈夫かな、接近して。当たってないな。出て出て出て。危ない危ない。で、地上になんかスポットされてる輩はないか。ちょっとあのトレインに攻撃してみるか。かなり無謀だけど攻撃してみるか。おい、全然変ないんだな、こんなに攻撃しても。今の全弾当てたはずだけど、今度、いや、やばいやばいやばい。まずいまずいまずい。ああ、壊された、ね、こいつに太刀打ちはできないんで。さあ、久々の歩兵タイム。線路がないあたりの拠点を攻めよう。ここまずい、ここまずい。バイオネットダッシュ。もうね、わーっ、戦車。今のはあの、なんだろう、まあ、銃剣がついてるから万歳突撃的な第一次対戦式。あれやった直後は走れない。あと70ぐらいでチケット終わり。こっち出てチャリに行こう。で、スナイパーがいた今、そして歩兵もいた。歩兵スルーしたか。あー、ダメだ。どうしようかな。味方デルタに入ってるならデルタ行こう。敵がこっちから来ると思うんだけどな。大丈夫かな。あー、嫌な音がする。
逃げよう。アタック。逃げた。あー、1。これはまずい。このダッシュはどうしてもその場から逃げたかったり敵に突撃したかったり乗り物に早く乗りたいときに使うといい。この辺に敵隠れてそうだけどな。こうかな。揺れるんだな。おまけにサイトないしね、これ。あ、危ない。戦車だ。トレインが撃ってきてる。ちょっとスポットしとこう。チャーリー失った。ああ、仲間、待って、スナイパーいたぞ今。まずいまずいまずい。スナイパーのねサイトがね前作以上に光るので場所は分かりやすいけど戦うにはちょっと厳しい。あ、オッケー。おお、撃たれてる。この辺にいるんじゃないか。いたか。ん、あっぶね。仲間ナイス。おっとおっと、何してんのかな。あっ、敵がいったぞ今。まずい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 。ミスった。オッケー。で、チャーリーをゲットしたい。敵が見えたぞ今。オッケー。いや、出て出て。どうぞ。常にね、なんだろう、 BFO より伏せてる時間が長くなった気がする。やっぱり敵がスポットさしないと映らないから。こっちにいるな。オッケー。リロード。どこにいる？乗り物の音がするんだが。下がる。チャーリーはゲット。敵がまだどっかにいるぞ。もういない。集まってる。あと23チケット。馬乗ろう。で、剣を出せ。え、待って、上にいる？もしかして。いない。あ、リロード。あ、5発リロードの方が早いのか、1発ずつより。 OK。 これはねスポットもされないとなると芋がはかどる人が多いかも。うわ、なんか今奥の方で光ってた。音割れしてる。あ、仲間やられた。どこにいる敵。
よし、偏差射撃がはかどる。いた、いてててて、あお、そっちにもいるの。あ、そこ、そんなとこにいる。デルタ周りの敵から、あと10地形。こんなとこにいるもん。いるほど。さあ取れるな、デルタは。どこに敵が潜んでるのかわからない。あ、やったやった。よし、当たんないが当たった。まあこんな感じで、ずっとボーマー乗っちゃったけど、 BA4 より全体的に難易度が上がってるって感じかな。まあ、武器が古いゆえに使いやすい高火力な武器とかも少ないので、じゃあ今回スナイパーと乗り物ばっかり使ってたけど、じゃあ次回はまた別の兵科で別の武器使ってみよう。はい、ご視聴ありがとうございました。